国際オリンピック委員会 IOC と東京オリンピック組織委員会は開催準備の進み具合を確認する会議を開き、競技会場の見直し問題などについて話し合いました。今回の会議日程は2日間で、組織委員会は都がコスト削減などのために進めている会場計画の見直しなどについて IOC に報告します。今年6月に我々の方からいくつかの会場の見直しを中心に問題提起を行いました。国内外競技団体とも議論を重ねてまいり、今回のプロジェクトレビュー会議では問題提起したいくつかの会場見直しの進捗についても IOC の皆様とともに有意義な意見交換ができると考えております。一行は会場計画の見直しについて、バスケットボールの埼玉スーパーアリーナやバドミントンの武蔵野の森総合スポーツ施設を視察。また組織委員会は財務やスポンサー集め、市民の関心を高める活動の計画について報告しました。会場計画の見直しは一部の競技団体との交渉が難航し、現在も作業が続いています。